結構ね、いろいろ四季を通じていろいろ変わるんですけど、夏の時期はここが部室でした。トロピカルな部室、そうですよね。結構あの部長さんが四季をこう大切にされてる方なんで。部長さん何者ということですけど、部長さんは、マーシャルアーツの達人です。あの一種格闘技世界戦で、今世界中旅されてます。ごめんなさい、ちょっと頭のメモリー8ビットしかないんで、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね。同時進行ができなくて申し訳ないです。ファミコン並みですよ、私の。本当にちょっと山に行って、あのバッタの腹綿抜き工場の工場長になってまして、なんていうのかな、標本を作ることになりまして、でバッタの腹綿抜きをずっとしてたんですね。この放送は開始から60分経つと爆発します。台湾の名物のところにあるんですけど、それその時に一番下にあったのがあれなんですけれども、あのわあ、どんな気持ちで見ればいいのということで、あの皆さん、私今から赤ちゃんになるんで、皆さんがあやしていただけたらなと思います。母性と父性を持って私をあやしてください。私をあやしてくださいね。泣くなってちょっと失礼じゃないですか。ちょっと待ってください、今泣くなっていうすごい暴力的なコメントがあったんですけれども、なんかそんなハリボテの父性と母性であやされても私おぎゃれないんですけど、あの運営さんに画面に動きがないから、そのちょっと画面に動きをつけてくださいって言われたんですね。あの放送の時とかに、なぜ例えば、まあ、ゲームとかをしたら画面に動きがつけやすいんですけど、まあ、私まだちょっとゲームしてないから画面に動きをつけようと思ったんですよ。で影分身をじゃあ始めて、今日は軽快に動きながら放送していきたいと思います。そう、なんかあんまり画面が動かないと、なんかそのなんていうのかな、悪いボットみたいに思われるみたいなんですよ。なんでちょっと画面に動きをつけようと思って、あの動きをちょっとあのつけなきゃいけないということで、そう運営さんにそうゲームがおすすめですよって言われてたんですけど、私ちょっとゲーム環境がなかったから、もう自分がゲームになるしかないかなと思って、なんかゲームができないなら自分が自らゲームになるしか方法はないということで、一貫して本当にこれは一貫して絶対に言うのが、あのなんだろう、増用の麻酔銃で撃っても倒れなさそうな人です。そうですね、私の初恋は機関車トーマスのエドワードっていう機関車です。これは本当に嘘偽りなく純然たる気持ちでエドワードのことが好きでした。私はあの1歳の頃から機関車トーマスをずっと見てたんで、プラレールってあるじゃないですか、おもちゃの、あれのトーマスのプラレールがあるんですけれども、私の部屋の床中にそのプラレールを敷き詰めて、エドワードが走っている姿を一日中眺めていました。で私はあのその頃からアンチゴードンだったんで、ゴードンっていうちょっと意地悪な機関車がいるんですね。ちょっとあの皮肉屋といいますか、エドワードとかトーマスだけを走らせて、ゴードン走らせないことにゲラゲラ笑ってる、まあ、性悪な小娘でした。あのちょっと今独房に入ることになったんですけれども、雑居房じゃなくてちょっと放送したいからというふうに、あのあ刑務官の先生方ですか皆さん、これあのあれですね、独房のトイレ隠し仕切りっていうものが独房にはあるんですけれども、仕切りの絵がなかったからちょっとバランで代用させていただきました。ちょっとあのもろもろの罪がありすぎて、ハロウィンボイスの音質が悪すぎた罪とかちょっといろいろあるんで、これどこそこ、これは網走ですね。そう、私今これ網走に、まあ、いつものごとく収監されてるんですけれども、というわけでね、終身名誉網走囚人としてこれからも償ってまいりたいなと思いますので、あの本当に申し訳ございませんでしたと。
そう、まあまあ、あくまでね、バーチャル刑務所ということで。他方面へ弓を引いた疑いで逮捕されたのは、バーチャル在住の女子高生、雨森小夜容疑者です。警察によりますと、雨森容疑者は放送上で他方面に弓を引いたのではないかと視聴者から指摘された疑いです。警察の調べに対して雨森容疑者は、そんなつもりはなかったと容疑を否認しております。というわけで、アメリカなんでね、アルカトラズ刑務所にちょっと行こうかなと思って。アルカトラズ刑務所にね、いつもだったら網走に収監される予定なんですけど、ホワイトハウスの前で抗議を活動したということで、ホワイトハウスに行ってアルカトラズにぶち込まれて、網走に送還されました。この前私、母親とマジックショーに行きまして、それでね、ちょっとマジシャンとして生きていきたいなっていう願望が目覚めたんで、ちょっとマジックで脱獄しました。ここで速報です。先日、バーチャル網走刑務所から脱獄したとみられる女子高生が身柄を確保されました。現場にカメラが到着しております。中継つなぎます。なんかそもそも、なんていうんですか、脱獄というとか、その刑務所から逃走したらどうなるかっていうことなんですけれども、なんか単純に脱走するだけでありましたら、単純逃走罪という罪の形になりまして、もちろん懲役とかは科せられるんですけれど、罰は科せられるんですけれども、この脱走の際に何かしら物を壊したりとか、危害を加えたりとか、誰かと脱走したりしたら過重逃走罪ということになりまして、先ほど申し上げました単純逃走罪よりも重い刑が科されるんですね。まあ、この他にもいろいろ細かい罪あるんですけれども、まあ、生前は今のところまあ単純逃走罪かなって、何も壊したりしてないから、あ、皆さんのハートはちょっと掴んじゃったから、そういう意味では過重逃走罪かもしれないかなって感じなんですけれども。ホワイトノイズがすっごい乗ってるんですけれども、これって故障ですかって聞いたら、あ、これ壊れてますね、あ、壊れてますねこれって、もう一発で診断下されました。これね、ちょっとね、考えられる原因が、その私4月から環境変わるって言ったじゃないですか。その時に、まあ、このちょっとオーディオインターフェースも一緒に連れて行こうってことになって、で、段ボール箱に入れてたんですよ。で、まあ、その段ボールを運んだんですけれども、新しい環境になって、私がよし段ボールで積み木をするぞって段ボールを次々と積んでる時に、ちょっとね、2つおむすびコロリンした段ボールがあったんですよ。そう、中見てなかった、シュレディンガーのオーディオインターフェースじゃないですけれども、ちょっと中を見ないようにしてたんですよ。で、もう段ボールをシャッフルして、落とした段ボールがどれかわからない状態になって出して使ったんですけど、多分おむすびコロリンした段ボールにこれ入ってたんじゃないのかな。うっかりさよちゃんね、二次三次所属って書いてないのは何か理由あるのということで、これね、なんつうか素で忘れてましたうっかりさよちゃん。なんでかなって思ってたら、どうやらツイッターさんに私のアカウントがなんかセンシティブ扱いされてたらしくて、なんかそのセンシティブなんで、センシティブな絵は見れません、センシティブな状態なんでみたいな、すごいセンシティブをすごい強調されて、でそれちょっと今やっとそれの直し方が分かったんで。はじめまして、はじめまして、皆さんはじめまして。私、しょうよと申します。小さい夜と書いてしょうよと申します。よろしくお願いいたします。さよちゃんが網走にいて収監されておりますので、もうグランマこと私しょうよが、本日は案内人とさせていただきたいなと思うんですけれども、そうそう、ファミリーで思い出しました。最近うちの縄張りを脅かす一家が増えてるようで、もう注意喚起いたします。まあ、ファミリーということで、やっぱりこう抗争、血で血を洗う戦い、まあ、そういうものがございますのですが、いろんなファミリーがいらっしゃって、まあ、今日はその注意喚起ということでファミリーを呼んでいきたいなと思います。前本さんもいるの？前本さんもいるんですか？もうケイスケ、ケイスケ待ってたのよ、ずっと私ゲームセンターで、もう遅いんだから、ほんともう寂しかった。どういう関係？いや、そりゃもう蜜月の関係ですよね、前本さんいや、もう一緒にね百姓一揆を起こした仲なんでね。えケイスケ、こんな永年資材欲しいよって言ったじゃない、ケイスケ言ったじゃないこちらに集中したいなと思います。前本さんいる？ケイスケ？どこ？いた。おはよう、ケイスケ。
10万人おめでとう、ありがとう、ケイスケ。ケイスケに呼ばれて、私ったら、なんだか胸がドキドキしてきちゃった。もうやめてよ、まだ朝の7時よ。ケイスケ、ケイスケ、ケイスケ、ケイスケ。